阿蘇氏阿蘇氏、阿蘇氏、阿蘇氏は、被護国の氏族。以下の二つがある。阿蘇氏は、阿蘇、氏の名とする氏族。姓は君。古事記によれば、神武天皇、初代天皇の御子かむやい耳の命が、阿蘇氏、姓は、君などの祖であるという。王氏、姓は、深夜、家氏、姓は君、大いたし、姓は、君などとは同祖である。 これについて、大田寮は、かむやい耳の命の光栄が九州に多く存在していることから、神武天皇が本拠地を近畿地方に移した後、元の本拠であった九州を、かむやい耳の命に与え、その子孫が各地で繁栄したためであるとした。神武天皇は、かむやい耳の命のこの県岩尾流命を九州に派遣したという。県岩尾流命は、阿蘇で、 阿蘇と姫命と結婚し、二人の間に生まれた子である、即便玉命は、国像本理によれば、主神天皇、第十代天皇の第に、初代阿蘇国像に任命されたという。阿蘇氏はこの即便玉命の,の子孫で、阿蘇国像の士族であったとされる。阿蘇神社の付近には、即便玉命とその日神天宮姫命を祀った、国像神社も存在している。また、 慶光天皇、第十二大天皇の九州巡行の際、阿蘇国彦、県岩尾流いの阿蘇と姫の両神が出迎えたという。阿蘇氏は古墳時代には阿蘇谷東北部を根拠地とした。阿蘇市一の宮町中通りにある中通り古墳群は阿蘇市一族の墓であろうと考えられている。日本書紀によれば、戦火天皇元年、536年5月1日に、 天皇は、飢饉対策のため、阿蘇名を君、阿蘇もの君、阿蘇の君を使わして、河内国マムタ軍の三宅、マムタ三宅の穀物を加え運ばせたといた大化の改新以降、阿蘇においては、阿蘇氏ではなく、宇治氏、阿蘇氏同祖、明治氏族の阿蘇氏の祖先の活動が目立つ。阿蘇氏がこれ以降どうなったかは、断絶の有無を含め不明である。阿蘇氏は、 日後国の氏族、日後国の氏族で、阿蘇神社大宮寺家である。名の通り熊本の阿蘇を羊とするが、最盛期は、阿蘇の南、矢部郷、矢部郷、熊本県上増木郡山和町の一部に、南阿蘇から拠点を移転た後の浜の館時代であり、菊池市や相良市と、並び熊本を代表する一大豪族であった。朝廷から、たびたびの職会を除し、 内紛を繰り返しながらも、長らく系譜が受け継がれてきた。皇室や出雲大社の先家や、北島家などと同様、神、阿蘇氏の場合は、県岩尾流命の子孫として人代から現代に、続く系譜を持つとされる家系である。前述の阿蘇氏と、同祖関係にある宇治氏、聖は、宿根は、阿蘇神社の神官の家系であった。 縁起年間の宇治友成一行は祭事のみならず、当地においても力を持つ大宮寺職を世襲するようになった。12世紀前半の宇治おもんみ、千の時代には、阿蘇近辺を支配する武士団を形成していた。おもんみ、千の孫、または子であるコレアスは、自称、樹衛の乱の鎮税反乱にも参加し、源氏方で活躍した。おもんみ、の時代に、 阿蘇の姓を賜り、阿蘇氏を称するようになった。鎌倉幕府成立後、阿蘇車両は、北条時政の預かり所となったため、北条氏とも深い関係を持つようになった。1196年、元九7年には、阿蘇忠次を大宮寺に部任する時世の下し組みが、発給されている。阿蘇忠次以降、本郷南阿蘇から、南外林山を越えた矢部号、元、 大和町の一部に相当する野浜の館、現、熊本県立矢部高等学校敷地に移し、阿蘇市が最盛期を迎えることになる。鎌倉時代後期の1333年、現行3年に、五代醐天皇の倒幕運動から、現行の乱が起こると、阿蘇これ時は、南阿佐方の森吉新郎の領事を受け、足利高氏らと京都の六原丹大攻めに参加する。また、 これときの子、阿蘇これなは、菊池氏と共に、鎮税短大討伐を計画するが、失敗に終わる。鎌倉幕府滅亡後に開始された、兼務の申請において、菊池氏は、日後の国司に、阿蘇氏は、国上司となった。阿蘇氏と菊池氏はそれ以前から関係を有していたものの、菊池氏が国司の職務の一つである一宮の保護権を持ったこと、さらに、 阿蘇車両は皇室を本家とする商園が多かったことから、皇室、大閣寺等、鎮西府菊池ラインを優位とする関係が形成され、後の阿蘇氏の動向に影響を与えることになる。その後、足利高氏の県務政権からの離反を受け、阿蘇これ時は南朝方、五代醐天皇側の武将として、箱根、竹の下の戦いに参戦したが敗れて引退する。その後、 五代醐天皇の反撃によって、京都を追われた、高氏らは、九州に落ち、小児市に迎えられる。これ時から家督を引き継いだ、阿蘇これなおは、菊池氏と共に、足利、小児市の軍と、多た浜の戦いにおいてうが、これに敗れる。この時、当主、これなお、及びこれ主げ、これ時の次男が戦死したことで、僧侶家としての阿蘇家は断絶の危機に立たされてしまう。当時、 麻生家六代目、当主、麻生おもんみ家の長男、おもんみ氏の息子、おもんみ氏が、偉らを、三男、おもんみ国の息子、これ時が、宇治せを、四男のおもんみ春が、魚かなを、それぞれ名乗っていた。麻生これなおの死を受けて、当時京都にいた麻生これ時が、当主に復帰すると、これ時は、娘の婿養子である、栄吉これずみ、麻生これずみに家督を譲る。 同時期、北朝方の足利高氏がご教書を下し、これ時の諸子、坂島孫熊丸を、阿蘇家当主に擁立し、これに大愚辞職を与えた。そのため、坂島孫熊丸が、北朝大宮市として、栄吉小泉が、南朝大宮市として争い続ける。1341年、小泉、阿蘇小泉が、孫熊丸を、南郷城にて打ち取り、一時は、 南朝方の勢いが増した。しかし、阿蘇家分裂を好ましく思わないこれ時が、北朝方に寝返り、阿蘇これ村、これずみの長男を北朝大宮市に据え、これずみ討伐を開始する。やがてこれずみも、北朝方のこれ村に、南朝大宮市の職を譲ることで内紛の集結を、試みた。しかし、これずみの死後、清政府が、阿蘇これたけ、これ村の弟を、 南朝大宮市に選んだことで、再び家徳争いが起きてしまう。その後、1376年、室町幕府から派遣された、大内義弘、大友近代が、阿蘇これ岳を打ち取ると、北朝大宮市が安定して、阿蘇一帯を統治するようになる。1451年、これ岳の総尊、阿蘇門三都市がこれ村の孫、阿蘇これただの養子となることで和解するが、 やがて戦国乱世の時代に移行すると、阿蘇氏は再びおもみ祭、おもみやフシと、これただ、これのりフシの間で当主の座をめぐる争いを起こした。戦国時代に入った1484年、マカドバラの戦いで、阿蘇これのりが勝利を収め、ようやく一族を統一した。しかし、コレノリのこれのりの子の代に、阿蘇氏はまたもや分裂する。1507年、これのりの子。 阿蘇コレナガは、日ごしごであった菊池氏を乗っ取り、菊池武教と名乗る、弟の阿蘇信豊に大宮寺職の座を譲る。しかし1513年、島津市と通じておもんみ、豊を攻撃し、日向国に追放する。おもんみ町は、嫡男の阿蘇おもんみ前を大宮寺と申請をしく。1517年、おもんみ豊は、 日向の黒人海の親のらの助力を得ておもんみ、調布市に反撃し、本拠地安倍を奪還する。信豊は、海の親戦、親父家、そう運ぶ不死の補佐を得て、阿蘇氏を繁栄させた。1523年にはおもんみ、調布市に、県志田城を奪われ交差、ともち、中山も支配下に置かれるが1543年に、県志田城を奪還し、三十年に及ぶ、 内部分裂に事実上終止符を打つ。おもんみ前、これた不死は、相原氏を頼って、逃走。1590年におもんみ、県が、阿蘇これみつへの忠誠を誓ったことで抗争は、正式に終結。天文18年、1549年、おもんみ豊は、御所修理料1万匹を剣納し、小奈良天皇からジュニーに除せられた。信ぶよは、大友氏。 相良氏と名を結ぶことで両国の安定を図った。しかし阿蘇文美将の代となった、天正六年、1578年、大友氏が耳川の戦いで、島津市に大敗を喫すると日後の国人衆は、島津市や新興勢力の増治氏と吉見を通じ、阿蘇氏の領域を脅かすようになる。阿蘇文美将は、宿老、海野衆運の卓抜した軍略によって、どうにか両国を維持するが、 天正9年、1581年にはついに、相良氏が、島津市に降伏し、南から、島津市の圧力を直接受けることになる。天正13年、1585年、天正11年、1583年とも言われる、には、海隆史やその配下の田代修殿が死去。さらに阿蘇門美将、その後を継いだ阿蘇門美守が、天正11年、 1583年、天正12年、1584年に立て続けに死去するなど有力者の死が相次いだことで、阿蘇氏は急速に弱体化する。天正13年、1585年、鉄砲という新兵器を持った島津軍が人吉の相良氏を降伏させ、間髪入れず、阿蘇氏の領内に侵入してきた。武力に劣る阿蘇勢は、総崩れとなり、 日後中部に多数あった阿蘇市の城はことごとく、陥落してしまった。わずか二歳の当主、阿蘇コレミツ、おもんみ主のこと、弟、母親は側近たちに連れられて、九州山地の中でも山深い、目丸、大山都町、内大入口付近に逃走した、阿蘇合戦、阿蘇の目丸落ち。コレミツをかくまった目丸地区では、村人全員が、島津軍の襲撃に備え男は、傍術を、 女は、なぎなたを身につけたと言われる。今日、これが、郷土芸能、メマルの棒取り、山和町指定文化財一覧の起源取れている。メマルは、平家の落ち武者伝説が、今も残っているところで、緑川と内大臣側の深い渓谷が横たわり、人里離れて隠れるには、格好の場所であった。阿蘇領内の諸将がことごとく、島津市の軍門に下る中、 天正十四年、類縁にあたる大友氏との関係を保ちながら、北上する、薩摩勢に対し一貫して防戦してきた阿蘇家の大将高森おもんみいが切腹し、日後国における最後の取り出であった高森城は落城した。これにより島津市による日後全土の平定は完了した。ここに、九州内で、明家、戦国大名として一目置かれていた、やべ、阿蘇氏は、 実質滅亡した。後に、大偶寺家として最高。一時期衰退していた島津氏が、この時期、薩摩の三州統一を始め、その後、急速に九州内で領地を拡大、阿蘇市をはじめ諸国の豪族を倒せたのは、近代武器、鉄砲の存在が大きかったと考えられ。後に、阿蘇古蓮光は、九州を制圧した豊臣秀吉に保護を求めて、 わずかながらの領地を与えられ、阿蘇神社宮寺としての地位も認められたが、大名としての特権はすべて剥奪された。なお、おもんみ前の孫である阿蘇おもんみ A、宇治おもんみ長友は、そのまま島付に仕えた。文禄二年、1593年、これ光は、梅北駅に家臣が加担したとして、秀吉に自害させられた。関ヶ原の戦い後に、 加藤清正の計らいでこれ三つの弟の阿蘇おもみ前に所領が与えられた。また、清正の手で復興された一の阿蘇神社、阿蘇市宮所の,の大宮寺となった。やべには戻らず。おもみ前の次男、忠佐が、友もの弟は、所留大里氏を名乗る。文久年間の地図によれば、阿蘇家出屋敷が、現在の熊本県熊本市中央区警町にあった。 その後、阿蘇氏は、江戸時代を存続して、明治時代に至り、明治十七年、1884年、当主の阿蘇文美、敦氏が男爵を授けられて家族に列した。英子聖水、内紛を繰り返しながらも、名家として今日まで存続する稀うな存在である。阿蘇家の墓は点在しており、中世紀に登場する主要な人物は、大和町浜町周辺に眠っている。 阿蘇家の菩提寺とされているのは、大和町の矢部高校グランド近くにある、福王寺、天台宗で多くの遺灰がある。中世紀の阿蘇家の墓に、失誕文字、盆字、絵のような文字が多いのは、このためである。海士高森市、阿蘇大宮寺の一門北里氏。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。